はい、どうも、ダルです。さて、今回ですね、ウルハールハーモニーの鈴木くんにね、熱愛報道が出たということで、ちょっとね、いろいろお話ししていこうかなというふうに思います。なので、BGM なしでいきますね。あえてね、話す必要もないのかなと思ったんですけれども、でもね、みんなのためにも話す必要があるかなとも思ったし、僕もね、言いたいことがあったんでね、えー、あえてね、お話しします。はい、ということで、まあ、報道としては、ウルハールハーモニーのね、鈴木くんが一般女性の方と反同性状態にあるというね、えー、お話だったんですけれども、まあ ルフででうううとね、ね。こういう女性関係のお話って2人目なんですよ亮、ね、く君もね以前あったんで2人目なんですけれどもまあ個人的な感覚でいうとうんまあいいんじゃねっていう <laughs> ねえだって人間だし恋愛もするしねえまあいいんじゃねっていうふうに思うんですけれどもまあなんかこう出たかった。 っていうねね、えー、感覚です、ね、別にまあプラスな感情も動かないんですけれども僕としてはねマイナスな感情もないっていうだけです。でも人によってはねやっぱこうファンの人によってはねマイナスな感情にもなると思うんで、まあ、出ちゃったかっていうようなね感想なんですよね。 で、まあ一つ言えることは、まあこうやってね、こう記者さんたちがですね、まあ追っているっていうことは、こう芸能の世界においてある程度のこう地位までいるのかなって、ウルフがこう注目されているのかなっていうふうには思います。まあその証しというかね。 うん、まあいいように言えばそうなんですよねでもまあこうほっとけよっていうね、えー、こともね言えるかなというふうに思います本当にねこういう報道ってね、まあ、最近 LDH 多いんですよねなんかこう健太くんだったりとかまあね以前で言うとユうせくんとかもあったりもしましたしりくさんとかもねあったりもしましたしねあの何て言うんでしょう まあ、狙われれれててるっいいう言い方ももあれですけれども最近なんか LDH 多いなっていうふうに思いますねうーんまあ鈴木くんね一般女性の方とっていうことだったんですけれども、まあ、別に相手はどうでもいいんですよ僕の中で。あのまあ亮次くんしかり鈴木くんしかりウルフハルハーモニーでね若手みたいなイメージありますけれどもでもね、まあ、ディープスクワットの活動もあって芸歴としては長いので、まあ、そういうことが あっても、まあ恋愛ね、要はね、あの女性との関係だったり恋愛関係があっても全然不思議ではないんですよね。まあこれがちょっとギーくんとかクックくんとかでこうね、デビューして本当にデビューして1年目とかのアーティストになってきたりすると、 まあ、まあ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 、全然いいんですけど、でもなんかこうイメージとして、あ、一年目でそうなるかっていうのはちょっとあるじゃないですか。でも、鈴木くんとりょうじくんに関してはもう,あもう本当に大人なんでね、がっつりやっぱこういい男なんで、そこはね、まあ、まああって叱るべきというか。 ねまあ、全然ねいいんじゃないっていうふうには思いますね、まあ、でもねこうファンの方からしたらちょっと複雑な気持ち抱く気持ちもねえ全然わかるんですよね本当にまあなんでこんなね,ね熱愛報道だってまあいいじゃんって思いませんだって皆さんもさね人なんで恋愛するじゃないですかえ僕だってねえ人なんでね全然するんでそれはねこうどうこう言う資格なくねって。 ねえ思うわけなんですよ別にだってそれが仕事がさあくまでさアーティスト芸能人っていうだけであってね表に立つ人っていうだけであって恋愛したらねそうやってねなんかこうなるのってね僕は不思議なな感覚なんですよねだからみんなよくさ「結婚しました」ってねなんかこう報告するじゃないですか。まあ 報告する人はしたらいいと思うんですけどなんかこうそれがね義務みたいなイメージがあるのさそれは何なのって思うんですよ別にさよくねってなんか別にだってみんなさね一般人の人が結婚しましたってさまあ周りのね近々しい人に言うとは思うんですけど公にいますかっていうことなんですよねだから別にね俺はなんかこういちいちね恋愛してることをね言わなきゃいけないとかねいう感覚もわかんないしあとはそうやってね なんかこういちいちね覗き見るようにこうね追っかけ回すのもどうなのっていうふうには思いますよねだってねえまあアーティストもさ芸能人もいち人間なわけでね本当になんでこうねえほっといてほしいなっていうふうにはね思うんですけれどもまあでもねそうもいかないところっていうのももちろんわかりますよもちろんね。だからそこはねああのまあ こうそういう疑問も抱きながら理解してる部分もあるっていうお話なんですよね個人的にはなのでね僕もまあねあのもしねそうやって結婚するとかねなんかそういう未来があればもしの皆様にねファンの皆様に、えー、報告するっていうのは。 もちろんね分かってはいるんですけれどもでも肌感覚としてはなんでそこまででしなななきゃいけないいいけのみたいな思いもあるんですよう、ね、そう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 人だからさ恋愛したりとかさ、ね、そういうのはほっといてほしいっていうのはありますよねだってね一人に一人の人間ですからねうーんまあファンの人たちにとってみればねそれは複雑な思いもあるんでしょうけどっていうのは分かりわかりますけどねうんでもね本当にまあねえ うーんまあ言葉難しいですけれどもねそこは別にいいんじゃないってだってアーティストとしてね、あのー、音楽届けてくれてみんなの前に、えー、立ってくれるだけでいいんじゃないっていうふうに思うので、まあ、ただねまあ一つ言えることであればまあいいんだよそう恋愛するのはいいけれどもでもねこうどんなに気をつけてでも,、まあ、もう取られることはしょうがない って思うけれども、でもね、取られない努力っていうのも必要なのかなっていうふうには思いますよね。うん、まあね。まあ、なかなか今のね、やっぱこう、記者さんたちもね、多分プロなんで。 かなりね巧妙にやってると思うんでねいくら気をつけてでもっていうふうには思いますが、まあ、今回ねだって鈴木くん一人で撮られてますよね確かね、うん、なのでそれも致し方ないかなっていうふうには思うんだけれどもまあねーっていうことですよねなかなか難しいんですけれどもねこの話題ってねうんもう取られる時には取られてしまう出ちゃう時には出てしまういくら気をつけてでもねそうなることはそうなるということなんですけれどもねまあ僕の思いとしては、まあ、全然ね、えー、人なんで恋愛するでしょう うん、まあただまあ出ちゃったかっていう感覚とまああとはねほっといてよってそんなねね地とかでね記事に書いてねニュースにしなくてもなってほっとけよっていうふうにはね思うというところなんですよねまあ皆さんもね本当にいろいろ思うこともあるでしょうでもまあ応援していきましょうよ、ね、ウルフ・アール・ハーモニーをね、えー、今後とも応援していきましょうよだってもうね彼らもだってデビューしてね何年も経つわけですから。 ね、うんいい大人なんでね、うん、そういうことはねあるって、うん、だからそこにねいちいちギャーギャーなっててもね、えー、しょうがないというふうに思いますので僕私はねうんなので僕は全然やっぱこうねこれがまあウルフでね男性アーティストだからってわけじゃないんですよ別にね好きな女性アーティストがねあの何て言うんでしょう熱愛がね反覚してもおーいいじゃんっていう感じなんでね。 はい、生活がねそれで彩るわけですからね本人たちのね、うんまあ、言っとくけど僕もね全然恋愛しますからね <laughs>、うん、それ機会があれば全然恋愛しますからね、うんまあ、これでね僕が「じゃあお前恋愛すんなよ」みたいなことになってたらさ俺も恋愛できないわけですからそう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 いう話なんですよそう人に言うってことはそう我が身に返ってくるわけなんですからそれはね嫌ですよ窮屈ですよ だからそう恋愛しても全然 OK っていうマインドでいるっていう状態ですよね。はいというわけでね、まあ、今回はですね、まあ、鈴木くんの、ね、熱愛報道を受けて、まあ、僕の思いを、ね、お話しさせていただきましたけれども、ねえー、今回は、ね、以上になります。チャンネル登録高評価コメントお願いしてしまってまた次の動画でバイバイ。